皆さんこんにちは。本日は35キロ以降の失速をできるだけ抑える方法、こういったテーマです。さてマラソン対策の動画が多くなってきてますね。まあシーズンインしてるからそりゃそうでしょう。今回は35キロ以降の失速をできるだけ抑える、この35キロ以降っていうのとできるだけ抑える、ここがねポイントです。というのも誰しもが30キロよりも35キロ以降の方が苦しいですよね。多くの方がここからペースダウンを余儀なくされます。もちろんね失速せずに耐えられれば一番いいのですが、それもなかなか難しい。なのでできるだけ抑えるという表現を使っています。やっぱりねペースが落ちるのを見ると焦りますよね。ただね落ちることが大前提で、そしてそこまでペースダウンをしていなかったら皆さんどうでしょうか。思ったよりも失速しなかったらそこから活動を見出せますよね。そうするとメンタルが落ち着いていき、きつい中でも体を前に進めることができます。今回はそんな辛い中でもあと7キロ攻略する方法、ここをお伝えしていきます。後半の大失速につながらないようにぜひ一緒に学んでいきましょう。まず35キロ以降の対策を知る前に、35キロ以降体はどうなっているか、これをね知っておきましょう。ざっと並べるですよ。エネルギーの枯渇、全身特に下半身の疲労が極限状態、水分やナトリウムやマグネシウム、こういった電解質や水分の枯渇、疲労物質や代謝産物の蓄積、ざっと思い当たるのでもこれぐらいでしょう。こう見てもやべえなと思いますよね。個人的には車で例えるともっと分かりやすかった。ガソリンゼロの状態、タイヤの空気圧これがほぼゼロ、オイルが真っ黒の状態、ガソリンオイルのカスが溜まって燃費が超悪い状態、まあ要はこの状態からどうやって走るっていうのが35キロ以降の体なんですね。つまり走れる状態じゃないということです。これはね一般的に言うなら、すぐにでも止まってタイヤの空気圧を適正にして、ガソリンを補給してオイルを入れ替える、こうすればねまだすぐにでも走り出せますけれども、マラソン真っ只中ではそれはできません。あと7キロこのポンコツ状態で体を前に進めないといけません。つまりは極限状態、体が動かない状態からどうやって動かすか、ここがねポイントです。もうなかなか大変な状態っていうのは頭に入れておきましょう。ではこの極限状態の乗り越え方、これをねお伝えしていきたいと思います。まずフォームです。きついときこそフォームを意識しましょう。当たり前やろと思うかもしれませんが、疲れているとフォームは崩れてだんだん力んだフォームになります。体というのは力むと逆に思うように力が出なくなるんですね。また可動域も落ちます。車で例えるともうブレーキを踏んだ状態が力んだ状態と思ってください。フォームが崩れて力んでブレーキがかかるとより失速につながっていきます。フォームを意識するのは分かるけれども、どこのフォームを意識したらいいのか、35キロ以降特にと思うかもしれません。大きくね3つだけ覚えておいてください。1腕振り、2姿勢、3脱力、この3つです。まず1つ目の腕振りですね。いくらフルマラソン終盤とはいえ疲れてもう腕も振れないという方は少ないでしょう。基本的には下半身の筋持久力が限界を迎えています。残っている上半身の力を使って走るのが良きです。これもがむしゃらに腕を大きく振るとか、がむしゃらに腕を思いっきり引っ張るのではなくて、腕を前に戻す腕振り、つまり前の推進力を生み出す腕振り、これを意識しましょう。足が限界を迎えているんだったら上半身をしっかり使う、これがねすごく大事なポイントです。2つ目は姿勢、失速するということは地面からの反発、これをねうまくもらえていないということです。つまり体が重力に負けてくの字になります。これ後ほど見せますけれども、くの字の姿勢になると膝が折れ曲がってしまって前ももに体重がかかってしまいます。つまり下半身で体重を支えるから、さらにね足にダメージが溜まってしまいますよね。そうならないように姿勢はまっすぐ、背骨を上にぐーっと引き上げるイメージです。疲労の極限状態では脳も極限状態です。あれこれ考える余裕はありません。背骨を引き抜くようにまっすぐ上に、ここをね意識しましょう。最低限の姿勢は保てるはず。最後に脱力、先ほどもお伝えしましたが、筋持久力が極限状態を迎えるとさらに力をですね無理やり振り絞ろうとして力む方が非常に多いです。力むとうまく地面から反発をもらうことはできません。可動域も落ちてしまって、またタイミングも取れなくなってきます。つまりは上半身と下半身の連動、これもねつかみにくくなります。そうなると余計ちぐはぐな動きをしてしまって失速につながります。この力みというのはブレーキにつながります。この疲れた時、極限状態の時こそ脱力、リラックスなんですね。脱力分かったけど、どうやって脱力したらいいんだ。要は場所ですよね。力む場所というのは末端です。つまり握り拳や表情、35キロ以降はできるだけ肘から下の力を抜きます。姿勢はだらりと背骨をまっすぐ、この2つです。そして表情は歯を食いしばってるなと思ったら、この歯の食いしばりは絶対にやめてください。歯を食いしばってしまうと顔周りの筋肉、つまりは呼吸に関わる筋肉ですね、ここが力んでしまって呼吸すらも入りづらくなります。35キロ以降声援に応えるっていうのもまあなかなか理にかなっています。表情は柔らかく、口をねグッと食いしばるんじゃなくて軽く口が開いているぐらいがちょうどいいです。フォームに関して簡単に説明しました。後ほどね軽く実践します。そしてエネルギーに関して、エネルギー補給はエネルギージェルを使う方が多いですよね。35キロ以降の対策としては、32キロから3キロぐらいでカフェイン飲料ジェルを摂取する、これです。こちらの動画でカフェインに関しては詳しく解説します。よければご覧ください。簡単に説明すると、カフェインというのは脳の覚醒作用があって、その覚醒作用が現れてくるのは摂取して2、30分後になります。35キロで苦しくなってから摂取をしてももう遅いんです。35キロ以降はあまり苦しくないという方はいませんので、
30から32キロぐらいでカフェインのジェルをしっかり摂取する、これがね対策になります。エネルギーも補給できますし、脳が覚醒して35キロ以降しっかり踏ん張ることができます。カフェイン摂取のタイミング、これはねしっかり狙って行いましょう。大体こんな感じです。もっと魔法みたいに回復する方法ないのと思うかもしれませんが、ありません。35キロ以降はもうねみんなしんどいし、もう楽にするのは本当にね不可能だと思います。きつくなくなる方法ではなくて、きつい中でいかにどうやって進んでいくか、ここをね考えた方が絶対にいいです。そういった中でカフェインのジェルを摂取してフォームを意識しながら走る、このあたりですね。あとはやってきた練習が出てきます。先ほど説明したフォームのところ、ここをね簡単に返していきます。少しでも参考になればと思います。はい、それでは始めていきましょう。まず腕振りに関して、僕ね動画でよく言ってるんですけども、腕は引くとか思い切り振るんじゃなくて前にしっかり戻します。前にしっかり戻す方が前の推進力につながってきますから、特に後半疲れた時はしっかりと体の中心、胸のど真ん中から前にぐんとスイングするようにして戻しましょう。こういう動きですね。35キロ以降足が動かない時はしっかり上半身を使います。その上半身は腕振り、腕振りはしっかりと前に戻すようにして腕を振っていきます。腕をしっかり前に戻す、この肘のポイントが体側までしっかりと戻ってくるぐらい振ってあげましょう。よく見受けられるのがね、後半疲れてきたここで腕を振る方、ここじゃなくてちゃんとここまで戻す、これをね意識です。2つ目の姿勢、この2つ目の姿勢がねめっちゃ大事です。後半疲れてくるとね体が下にグッと沈む方が多いです。なぜ沈むのかというと、地面をね押し返す力がなくなってくるからですね。地面をしっかり押すとね体が上に伸びてくれるじゃないですか。要は後半35キロ以降疲れてきて、着地をした体を受け止めることができずに体が下に沈んでしまうんですね。腰が落ちてしまって膝が折れ曲がってしまって、30キロ以降35キロ以降のフォームというのは体がくの字に折れ曲がってしまうんですね。こんな感じで35キロ以降きついけれども、しっかりと地面をねグッと押し返してください。しっかりと地面を押しながら体をまっすぐ上に持ち起こします。この時に注意してほしいのが、上からこうやってドンドンと叩きつけるんじゃなくて、ちゃんと設置してから体を上に押し返します。そうするとね下半身が上にグーッと伸びます。その上で先ほど言った背骨を上にグッと引き抜くイメージ、そう、姿勢を意識すること、背骨をまっすぐして地面を押すことによって下半身のダメージが減ってくれるんですね。藤原の原西の背骨抜いたら立ってられへんのイメージですね。わかりますこれ。あとは西洋の剣士の西洋の剣を上からやっと抜くイメージですね。そうすると体上にぐんと伸びてくれます。要はやってほしくないのは、着地の衝撃に勝てずに下に沈み込むこと、しっかり押して伸びる、ここです。これが姿勢です。最後に脱力ですね。要は力みやすいのは先ほど言った末端、肘から下、そして表情、このあたりです。肩から下の力をスッと抜いて、表情は歯を食いしばるんじゃなくて柔らかく、口がね軽く開いてる方がいいです。ちょっとだらしないんですけども、こうやってグッと食いしばりもだらしなく口があーって開いてる方がリラックスできます。要は何も考えてながら口って開くじゃないですか、こうやってあーって、あのイメージですよ。何も考えずに頭を空っぽにして口が軽く開くぐらいの方が35キロ以降はいいです。というかマラソンを通してそれぐらいの方がいいです。食いしばると表情筋が固まってしまって呼吸がやりづらくなりますので、そこはね本当に注意してください。疲れた時こそ、しんどい時こそ、極限状態こそリラックス、口を開いて体の力を抜きましょう。力みをリラックスさせる方法は、一回グッと上げてストーンと落とす。ストーンと落とす時に注意してほしいのが、体がくの字に折れ曲がりやすいので、先ほど言った背骨を上に引き抜くことも、ここまでセットです。以上3点しっかりと意識してください。もちろんね35キロ以降だけじゃなくて、インターバルトレーニングをしていて後半苦しくなってきた時、ペースをしていて息が上がってしんどくなってきた時、こういった時も当てはまります。苦しい練習中もそういった意識をすることによって本番でも出しやすくなります。もう何度も言いますけども、35キロ以降劇的に楽に走るなんてことはね僕はないと思っています。みんな苦しい。30キロ以降、35キロ以降はみんな苦しい。その苦しい中でいかに足を前に出すことができるか。僕がお伝えしているのは、35キロ以降も楽に走るよじゃなくて、35キロ以降粘るにはどういったところを意識すればいいのか、ここですね。僕が教えるのは魔法ではありませんけれども、皆さんがきつい時にあと一歩が少しでも出しやすくなる、そんな方法になりますので、この考えに共感いただけるようになれば試してみてください。そうすれば魔の7キロ絶対乗り切ってね、ベスト出しやすくなります。頑張りましょうね。僕もねこの意識で頑張っていきます。絶対 PB 出しましょう。まあね、本当に魔法ってありませんのでね、まあ、魔法があったら僕が教えてほしいぐらいですよ。やっぱり日々ちゃんと練習をして疲労を抜いていくっていうのが一番ですね。まあ、あとちょっと言い忘れたわけじゃないんですけども、やっぱりエネルギー切れっていうのもすごく大きいので、前半からジェルをしっかり取ってくださいね。前半ってね気持ちがいいし、テンションが上がってくると20キロぐらいまで気持ちいいじゃないですか。だからジェルいらないかなと思ってしまうんですけども、それがね後半になって効いてきますので、ジェルもちゃんと前半から取りましょう。まあおすすめは7の位か10の位ですね。7、14、21、28、35、もしくは10の位、10、20、30で35とかね。まあジェル取るのが嫌いな方はね10の位になるかなと思うんですけれども、ジェルがあまり苦じゃないという方はね、しっかりエネルギー補給をするっていうのも7の位でいいんじゃないかなと思います。エネルギー切れを防ぐのも失速を防ぐ大事な要素なので、ちゃんとエネルギージェル取りましょうね。
僕のおすすめはアミノサウルス一択でございます。まあ、ご興味ある方ね、ぜひともね、動画概要欄にアミノサウルスのクーポン貼ってますので見てください。いつも高評価、コメント本当にありがとうございます。皆様の高評価、コメント、動画を作る励みになってます。今日の動画も参考になったなと思うので、ぜひとも高評価ボタンよろしくお願いします。そして疑問質問がある方はコメントに放り込んでください。動画を作る参考にしていきます。LINE 公式アカウントは練習会、イベント情報など、こちらはね、メインで配信しております。シーズンに入って質の高い練習をしていきたい。そういった方はね、高山の楽しい、ぜひともお待ちしてます。事実を言います。ベスト更新率がめちゃくちゃ高いです。更新率に入って、もうね、ベスト更新者が10人ぐらいいらっしゃいます。まだまだこれからね、伸びていくと思いますので、一緒に練習をしたいという方はね、ぜひとも待っております。女性も大歓迎。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルでは、ランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画は参考になったけど、まだチャンネル登録した方から、これを機会にポチッとよろしくお願いします。X や Instagram で高山マラソンシェア、フォローいただけると本当に嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。